はい、こんにちは、タカです。昨日は CPI、多くの人がもうこれは注目をしていたと思いますので、ここ最近相場というのは硬直感見せてましたんで、この CPI で一つの決着というのを僕は期待をしていました。どれぐらいがいいなとかそういったことを考えていたわけではなくて、トレンドが出てほしいなと、そんなことを考えていたんですよね。では昨日のこの CPI の結果を受けてどうなりましたかね。これをまずは見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。まずは環境の把握からですね。ドルはもう一言で言えばすごく強いんです。ここにも強い上昇トレンド見えてますけども、この前ですね、もう見えてないですけども、これずーっと上がってきてるんですよね。ただこの 2,3 週間ずっと値動きが止まってしまってます。もうレンジが確実に見えてますよね。現在地はこのレンジの高値圏、この高値圏でさらに小さなレンジも組み出していますけども、要はもう方向感がなくなってしまってるんですよね。なのでもう上の方に抜けるとか、一旦こう波が反発してしまうとか、まあ、こういったのを少し期待はしていたんですけども、昨日のこの CPI の結果を受けて、方向感なしですね。これ上にも抜けず、かといって売りが入ったわけでもなく、まあ、正直自分の中ではこういった動きが一番嫌だなと思っていたんですけども、まあ、実際そうなってしまったということですね。ただこれでも随分昨日とやっぱり環境は違うと思います。というのもやっぱり CPI がある、結果がわからないという状況がある以上はどうしてもやっぱり動きにくいですけどもね。もう今はそういった一つの結果というのは出てますんで、これ昨日はまだ決着はついてないですけども、もう動きやすい環境はあるように思いますんでね、引き続きまあブレイクを期待したいところですね。今だとこのレンジの高値圏でさらに小さなレンジを組み出していますから、こういった小さなレンジも合わせて見ていくことになるんですかね。まあ、どっちにしろこの上の方に抜けてしまえばもうこれは高値更新になります。もともと上昇トレンドもありますから、上の方に抜けてくればあまりまあこの流れに下がれたくはないですね。逆に売りの方が入った場合は、この大きな波の反転を見ていく前に、まずはまあレンジの上から下までですかね、こういった小さな流れを見ていくことになると思いますから、この下の安値割れるかどうかは別問題。ドル売りに関してはまだまだこの大きな波を期待していくのは今の状態だと難しいと思いますね。メインシナリオもう少しこれ判断難しい、分かれてきそうですけども、ただ今高値圏なんですよね。すごく強いのは分かるんです。ただまあこの位置でごちゃごちゃされても、ドルはやっぱりこの位置だと買いにくいですよね。ということはこの高値をバックにまずはショートを見ていくことにはなりますかね。別にこの波の大きな反転なんかを期待しているわけではなくて、あくまでもレンジの上から下まで、これも上の方に抜けてきたらもう一旦諦めると、分かりやすいポイントでもあると思いますから、ドルに関しては少しこの調整の動きを意識していきたいと思います。ただすごくチャート強いですからね、別にこれをショートで見ていかなくても、四隅でも全然いいと思いますね。気をつけたいのはここでロングをして、この売りに巻き込まれること、これは十分注意したいですからね。まあ、ロング見ていくのもいいんですけども、ちゃんと下のサポートは確認したいところですね。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。注目はやっぱりドルですかね。この CPI の結果を受けてドルかなり暴れました。最初に買いが入って、大きな売り入ったんですけども、最後に買い戻されたと。ドルはチャートはすごく強いですよね。まあ、強いのは十分わかるんですけども、ただまあ方向感は生まれずということで、継続してこのレンジを見ていくことになります。高値圏ですから、まあ、若干売り目線ではありますけども、まあ、方向感ないような状況ですね。そして連日これはもうお話をしていたと思いますけども、まあ、ドルが強くなろうが弱くなろうが、このドルの動きにすごく敏感に反応する通貨が2通貨ですね。1つが豪ドル、1つがポンド。この2通貨に関してはドルとの逆相関の流れが今まではすごく強く出てました。これ昨日どうですかね。これもすごい綺麗に逆相関の流れが出てると思います。ドルに買いが入っている時間帯は豪ドルはすごく強い、まあ、ポンドも強いですね。ドルに買い戻しの動きが出ている時は豪ドルはすごく弱い、ポンドも弱いですね。ということは昨日のこの環境、何も決着はつかなかったわけですけどね、このドルの逆相関の動きというのはしっかりやっぱり今日も見ていくことになると思います。ドルが強くなってくれば豪ドルやポンドにはやっぱり売りが入りやすいのかなと、逆にこれドルに売りが入ってくれば豪ドルポンド、このあたりには買い戻しが出やすいのかなと。ということは豪ドルドル、ポンドドル、このあたりを見ていくと、この通貨の強弱にすごく綺麗に差が出てくるんですよね。ということは値動きがすごく出やすくなります。まあ、上がるか下がるか、このあたりをはっきり見たかったところですけども、これはもうレンジ相場で、結果まだ出てないですからね、はっきりこのあたりはわからないんですけども、ただすごく値動きが出やすいという環境はこれも昨日継続して出てますんで、引き続きこの逆相関の関係は追ってはいきたいなと思います。ということで僕はやっぱりポンドドル、豪ドルドル、これはもう大注目だと思いますね。
そして逆に方向感がすごくなかったのが円とユーロになるんですね。まあ、このうちこの円なんですけども、昨日後半にかなり強い買いが入ってきました。今日この円に関しては日銀の会合なんかも控えてますんで、もしかしたらまあこれもきっかけになってくるかもですけども、やっぱりこの CPI の結果を受けて円に買いが入ったというこの事実はちょっと気になりますね。今はどうしても邪魔だった CPI が通過しましたからね、値は動きやすい環境はあると思います。このタイミングで円の方に買いが入ってきてますので、今日も継続してこの円の強さは少し意識して見ていきたいなと。ここ最近このドル円と黒線に相関性というのもあまりなかったと思うんですよね。それはなぜかというとこの円に方向感なかったからですね。まあ、ドルが動いていましたから、ドル円なんかはこのドルにすごく反応してたわけですよね。黒線というのはこのドルの影響を、まあ、間接的には受けるんですけども、直接的には受けないですから、まあ相関性というのはすごく鈍かったんですよね。黒線を見ながらドル円なんかを見てると少しわからない動きになったりもしていたと思いますけども、もしかしたらまあこれもね、円の方に動きが出てくるとこのドル円と黒線の相関性というのも出てくるかも。まあ、このあたりは今日も引き続き注目はしたいですね。そしてまあ何も動かなかったのがユーロということで、継続してこのユーロに関しても引き続き様子見ですかね。あまりまあ注目度は高くないのかなと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。ドル円に関しては CPI の結果少し上値が重くなりましたかね。この131円まあ少し溜めそうになったんですけども、後半売りが入っています。僕はもうこういった値動きある程度想定はしてたんですね。やっぱり130円重いなと、そんな風にも思っていたんですけども、ただこの CPI で、まあ、一つの決着がつくんであればこれはドルが影響してくるかなと、そんな風にも思っていたんですけども、昨日のドルというのは基本的にやっぱ決着ついてないですから、であればこの売りは何なのかですね。一旦流れを止めたこの勢いというのは何なのかというと、これ円の動きですね。ここ最近本当に動きがなかった円でしたけども、昨日ようやくこの動く気配だけは見せてきました。まあ、当然ドル円だけではなくて黒線も全体的にやっぱり下への圧力は強く出ています。ドル円というのはこの週足関係を見ていくと9週連続で高値を更新なんですよね。相当強い買いがありましたけども、この関係もしかしたら一旦今週で止まってくるかもですね。ということは来週以降はこの調整の動きを見ていくことになると思いますから、この上の壁、131円の壁ですね。まあ、今でもしっかりした壁ではありますけども、より強い壁として意識していくことにもなるかもしれません。あとこの波のサイズもしっかり見てはいきたいですね。これ波の起点は115円ですからね。現在130円ですから、これ15円上げてるんです。15円上げた値動きに対しての調整の動きがまあついに出てくるとなってくると、これは1円2円下がって、はい、終わりではなかなか済まないと思いますんで、多少大きな売りがポンと出てきてもこれはおかしくない環境もありますから、この動きにまあ当然ロングをしていくんであれば備えていくことにもなりますし、こういった動きが出てきたからといってね、じゃあ大きな波の反転だと、ようやくこの売りのターンだと見ていくのもまだ早い。僕はやっぱり流れが止まったらまずは調整を見たいですね。調整はまずはレンジを疑いたいです。もし本当にレンジになるんであれば、高安に明確な壁が見えてくるはずですから、まずは流れが止まってくるんであれば、この下の壁探しがすごく大事な作業にはなってきそうです。これ緑枠今囲ってますけどもね、これあくまで仮枠なんですね。本当の下のサポートがどこになるかというのは今の段階ではまだわかりません。あ、特にこの上の壁は131円で明確に見えてますから、問題は下のサポート。このサポートをじっくり探していくことになりますね。週足のサポートを探していくには相当やっぱり時間かかります。週足1本2本じゃわからないですから、そういった意味ではこのドル円、まだまだこの高値圏での攻防というのは継続して見ていくことにはなると思います。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねていますということで、まあ、週足環境、大きな環境は少し流れの変化が見えつつありますけども、この調整の動きというのはこの冷やし環境ではもうすでに見えてるんですね。このあたり上昇トレンド見えてますけども、今は流れが止まって調整局面、もうすでに131円には明確に壁が見えてます。一方でこの下のサポートもだいたい129円の真ん中あたりで僕は見てるんですけども、まあ、このあたりは人によって意見分かれてきそうですかね。この129円の後半あたりで見ている人もいれば、このヒゲ先で見ている人もいるでしょうし、この辺はまあ意見は分かれてきそうで、まだまだこれ時間経過していかないと見えてこない部分ではあると思いますけども、ただまあレンジ相場という考え方自体は共通だと思うんですね。これは継続して見ていくことになりますけれども、加えて週足環境、さっきもし流れが止まったらという話をしましたけどもね、大きなレンジ相場の可能性というのもこれはもう頭に入れておきたいです。15円上げた波の調整が1円2円で済むというのはなかなかこれは難しいと思う。波のバランスが悪すぎますんで、少し難しいと思うんですね。もう少し大きな波のサイズは意識したい。
ということは今の位置というのは相当な高値圏なんじゃないかと、そういった可能性はあるんじゃないかというのは一つこれはもう頭に入れておきたいですね。ならばまあすごく今強いですよね。売りの方も大して入ってないですから、いつ高値を抜けてきてもおかしくないわけで、僕はこのロングを見ていくというこの選択肢も決して間違いではないと思うんですよね。例えば今ここで緑枠、レンジが見てますけども、この下限に迫ったところで買いを見ていくとか、こういったのも悪くはないと思うんです。ただこの青の調整のレンジというのが少し頭にあるとね、崩れてきた時にこれ引っ張ってしまったらどこまで行くかわからんなと、2円3円の下落というのは継続して出てくるかもなという、このイメージというんですかね、備えというのはできると思います。こういったのがイメージできれば、じゃあまあロングしていくにしてもどこで切ろうかとか、逆にこの調整の売りというのを少しショートで見ていこうかとか、そういった戦略というのは見えてくるように思います。今のドル円で大事なのはこの波のサイズ感だと僕は思いますので、例えばこの緑の小さなレンジ、こればかりに意識いってしまうとこの大きな環境を見落としてしまうように思います。ドル円の流れを見ていくのはそのポイントがもう一番大事になってくるんじゃないですかね。昨日なんか円の方にもなぜか買いが入ってきましたからね。もしこの円買いというのが少しトレンドになってくるんであれば、ドル円はもっとこれ上値が重い状況にもなってくるかもしれません。今この環境ではっきり分かっているのはこの131円ですね。この上の壁はかなり重そうだと、これしかないんですよね。ですから今はこの壁にすごく近いわけですから、いくら強い流れがあるとはいえ、この壁の近くでロングを見ていくというのは少し難しいです。しっかり戻りを待ってショートを見ていくとなると、若干売り目線ですかね、131をバックに売りを見ていくのが今はいいのかなというふうに思います。円買いにも期待はしたいところですかね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足で見えているポイントはもう131円の壁しかないですから、昨日この壁を試しましたけどね、行ってこいで潰されました。昨日の高値、一昨日の高値、このあたりを一回抜けたから、トレンドも出そうな動きになったんですけどね、潰されましたんで、もうこれは上値が重かったと見ていこうかと思います。短期的に潰されたポイントは130円のミドルですね、真ん中あたりになってきますんで、ここをバックにショートですかね。僕もこの CPI の結果を受けて若干この売りの流れ見てね、実際これ売りの方も入ってきたんでよしよしとも思っていたんですけども、実はこの値動きを紐解いていくとドルの方に売りが入ってくるのかなと思っていたんですけども、結果としては円の方に買いが入っていたと。値動き自体は良かったんですけども、想定していた動きとは少し違いましたんで、このあたりは少し警戒はしたいところですね。今は130円にも支えられているような状況もあります。131が上値が重いんであれば、この131を波の起点とした下落トレンド、これを見ていくのは悪くないのかなというふうに思ってはいますんで、売り場探しですかね。戻りの壁は昨日と同様に130円の真ん中あたり、昨日はこれ下も何回か試していて結果抜けなかったという形にもなっていますんで、可能性の一つとしては昨日一昨日あたりのこのレンジ相場というのも一つ頭に入れておきたいです。青い下落トレンドを見ていくんだらば、レンジの下の方ではショートはしたくないですね。これ抜けていれば話は変わっていたと思いますけども、これだけの下髭です。レンジの下では普通はショートはしないですよね。となってくると今日もこのショート目線、売り目線で見ていくんだらば、売る場所はここではなくて、戻りを叩く、もしくは抜けを確認した後にショートを見ていく、もしくは別の壁というのをこの辺りで再度見つけて、壁を見つけてショートをしていくとか、そういったところになってくるんじゃないかと思います。ですからドル円、この下に突っ込んだ環境でのショートは気をつけたいですね。そもそもドル強いですからね、下がれば買いが入ってくるというのは、納得で言えば納得なんですよね。売り場探しは慎重に、あとは円の状況ですね。この円っていうのが昨日少し動きが出てきてますんで、今日は日銀の会合なんかもあったりもします。今日はこの円の動きが少し出てくるかもしれませんから、ドル円見ていくんだらば、この円の状況も合わせて見てはいきたいですね。昨日の相場、僕も一つの決着というのを見たかったんですけども、決着とはなかなかいかなかったですかね。もうそれだけもすごくやっぱり相場というのは難しい。こういった難しい環境というのが分かっているんであれば、どこで勝負をするかですよね。無理に勝負をしていく場面ではまだないのかもしれません。僕自身もまだまだこれいろんな可能性を頭に入れながらのトレードになってきそうですね。ひとまずドル円に関しては131円。これは上値が重いなというのは昨日の動きからも分かりますんで、この青い下落トレンドは意識して見ていこうかと思います。ただこの売りの流れを見ていくには、この下のサポートの強さも合わせて見ていく必要がありますね。この130円なんかもサポートとしてしっかり効いています。売るにしてもどこで売るか、これもすごく大事になってくるんじゃないかと思いますね。はい、変わりまして、こちらがニューヨークダウンの CFD 1時間足に冷やしを重ねています。CPI の結果、注目していたのはこの為替のトレーダーばかりではないですね。当然この株式トレーダーも大注目していたと思います。結果としてはもうかなり上に下にと暴れましたけども、これ陰線ですね。安値をつけてきています。
ただ大きな売りが入ったというわけではないですかね。この$32,000あたりの攻防というのはまだまだ見ていくことにもなりそうですね。一回強い買いなんかも入ったりもしてますからね、下落トレンドが止められて、この調整の動きを今後見ていくことにはなるかもしれません。まあ、とはいえですね、ダウに関してはこういった大きな下落トレンド、波が見えてしまってますんで、調整が見えてくるんなら次はこの戻りの壁探し、壁が見えればしっかりショートはしていく、この環境も変わらないとは思います。なのでこのダウの波をひっくり返すにはそれ相応の時間というのもかかってくると思いますし、買いも相当しっかり買いが入ってこないとなかなかこの波をひっくり返すというわけにいかないとも思うんですよね。まだまだこの目線ショートはちょっと変えようがないですかね。まあ、昨日言った流れを止めたという見方でもいいと思うんですけども、安易に買っていく状況ではまだまだないとは思います。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD 1時間足に冷やしを重ねています。日経平均も少しやっぱ暴れましたけども、結果としてはもう方向感なしですかね。レンジの形が見えてきています。なぜここでレンジができているのか、これは下のサポートを強く意識されてるんじゃないですかね。これが26,000円です。一方で上の方に目を向ければ、これ上も重そうですね。これが27,500円あたりです。この上下の壁が見えていますから、今これ小さなレンジが見えてきていますけどもね、一回り大きなこういった大きなレンジも合わせて見てはいきたいですね。そうすると現在地はレンジの安値圏、抜けてくれればね、少し流れも見えてくるんですけども、現状まだこれ抜けたとは言えない状況。この位置でショートできますかね。なかなか難しいように思います。意識としてはレンジの安値圏ですかね。まあ、一旦ロング見るのは面白いかもしれません。割れたら投げると。割り切ってしまえば、まあ、買いやすい場所にはなってきそうですかね。ただこれ割り込んでしまったらそういった根拠は全部崩れてしまいますからね。一旦は投げないといけないと思います。はい、変わりましてこちらが金の CFD。1時間足に冷やしを重ねています。まあ、当然金も動いてきますよね。ただこの金に関しては、かなり強い売りのトレンド。下への流れが強く出ています。昨日は一旦流れを止めましたから、今日以降は調整の動き。調整ですから僕ならまずは調整のレンジというのを疑います。戻りの壁探しが最初の仕事。壁が見えてくれば継続してやっぱり売りは見たいところですね。まあ、ダウなんかもそうでしたけども、この金に関しても下落の流れが今はっきり見えていますんで、あくまで買いに関しては調整の戻りに過ぎないですね。目線としてはこの調整の戻りをロングで見ていくのか、それともこのしっかりした下落トレンドを追っていくのか。まあ、僕ならもこの下落の流れが綺麗に見えてますんでね、売り場探しで見ていくことにはなるかと思います。波の起点が今このあたり、これが$1,880ぐらいですかね。このあたりをバックにショートしていく場所を探していきたいと思います。はい、変わりましてこちらが US オイル、原油になります。1時間足に冷やしを重ねています。原油も強い買いが入ってきましたけども、これかなり面白いんじゃないですかね。というのもこの$106、$107、このあたりがまあ大きな壁に今なってるわけですね。一回抜けたんですけども、これ潰されてしまいました。ということはまあこのあたり上値が重いと今見てるわけですよね。下への流れが強く出たわけですけども、戻りが入ってきた。ここで上値が重くなってくれば、売りを見ていくのは面白い場所になってくるんじゃないかなと。壁も近くに見えてますし、これ抜けてしまったら環境的にはやっぱり上の流れが強く出てくる場所でもありますんで、ショートを引っ張るような場所ではないんですね。まあそういったギリギリのところ、ブルベアの分岐点にもなっていると思いますから、まあ僕なら一旦はショート目線で見ますかね。106、107、このあたりをバックにショートしていく場所探し。ただ昨日結構強かったんですね。短期的には戻りが強く入っていますから、まずは一旦流れを止めたいところですね。まあ、短期的にはちょっとショート勢も捕まってそうな環境もありそうですから、そのあたりも踏まえてこのショートをしていく場所探しは大事になってくるかなと。昨日のこの戻りに関しては一旦は僕はもう戻り売り、見ていきたいとは思います。はい、ということで、もう少しこう大きな流れ、決着というのを期待していたんですけども、そうはならなかったですね。特にドルに関してはレンジからも抜けてこなかったですから、まあちょっと期待外れ感はあるんですけども、ただそれでも CPI という大きなイベントは通過しましたんで、値は動きやすい環境は今日はあるかと思います。今はまだはっきり流れは見えてませんけども、そういったトレンドが出てくればこれはしっかりついてはいきたいですね。あとは円の動向、今日は日銀の会合なんかもあったりもしますから、円買いが続くんであればこのドル円も上値が重くなってくるかもしれません。131円はもうしっかり壁として機能していますんで、ドル円に関してはこの下のサポート探し、15円上げた流れ、これがありますから、この調整の幅というのもそれなりのサイズは見ていきたいです。ただまあこのあたりもサポートはあると思うんですよね。あると思いますけども、そんなに信頼できるサポートかと言われると、まあ、と思ってしまいますね。割れても特に驚きはないようなサポートだとも思います。まだまだこれドルがちょっと読めないですから怖いですけどね。まあそういった動きにも備えながら、若干この下への流れ見ていこうかと思います。
ただ本当ドル強いですからね、そこは十分注意はしてください。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。